こんにちは、カンくんです。まくだけで10倍は得する花の種教えます。今回は秋にまけるおすすめの種を知りたい方、絶対に得する植物が育てたい方、ドライフラワーに興味がある方、園芸初心者の方、そして園芸をとことん楽しみたい方、植物を育てる目的、これはそれぞれ皆さん違うと思います。植物の生育自体を楽しみたい方、お庭やプランターをきれいに飾りたい方、インテリアにしたい方、植物を集めたい方、栽培した植物を利用したい方、また販売したい方、今回はその中でも植えて利用できて販売もできて得してしまうお花の種、こちらを紹介したいと思います。実際に今回特集する花の種、苗で秋から販売はありますが、種で簡単に育てる植物、これもあるのが事実です。私は20年間総合園芸専門店に勤めており、植物の利用価値に詳しい男の一人です。まあ、私いろいろな分野でお仕事をしてますが、この何かの利用価値を提案する、この能力に長けてるかなと自分では思っています。あらゆる角度から植物を提案できます。お花や観葉植物、野菜やフルーツ、また樹木、そして切り花、インテリア雑貨、総合園芸専門店で店長もやっていたので企画力は抜群に持っています。そんな中で私が得意とするのはコスパを良く植物を育てる提案、これです。私自体植物栽培で一番気にしているのはコスパです。ちゃんと育てて元が取れているのかどうか、これを気にしてしまうんですよね。まあ、実際問題、植えて育って枯れたとしてもそれまでの過程に価値はあるので十分元は取れているなというふうに思ってはいますが、実際問題ちゃんと利用してあわよくばお仕事にもなる、これって最高じゃないですか。私は以前に儲かる樹木という動画を上げました。通常とは違った植物選びに大変好評をいただきました。今回はそのお花の種バージョンです。ではここから先は実物の種を用いて必ず利用できる植物、こちらを特集します。では早速いきましょう。はい、というわけで種まきの会です。よろしくお願いします。ベザン、お願いします。さて秋に入りましたというところで、今回はお花の種で、まあ、得するみたいな感じの表現なんですけど、まあ、具体的に何かって言ったらズバリドライフラワーです。おお、ドライフラワー。そう、ドライフラワーは、まあ、本当に何て言うのかな、まあ、それ用に育てるっていうのももちろんだけど、割と副産物でもできたりすることあるじゃん。ありますね。うん、ってなったら割とドライフラワーの活用法とかドライになる植物っていうのは知っておいた方が、まあ、これやっぱ結構得するね。でドライフラワーだと長期間飾れるっていうメリットがあったり、あと最近だと、まあ、それこそなんていうのかな、クラフトで使ったりとか作品を作ったりとか、まあ、言ってしまえばドライフラワーを販売もできちゃうわけね。はい、自分で作ったやつを、まあ、誰かに販売するみたいなっていうのもできたりするんで、まあ、そういうのを考えていくと、この辺を種から育てれる植物でやると原価めちゃめちゃ安いんで、これよ小声になるけど、はい、これになるわけよ。お金、うん、まあお金になるっていうか、これぐらい価値観があるって感じ、うんうん、ドライフラワーをさ、やっぱなんていうの、専門に扱ってるところのドライフラワーって、まあ、ちゃんと加工がしてあって、ちゃんと色がきれいに残してあるんで値段がまあそれに高くついてるんだけど、まあ、ただちょっとやっぱ見ると、いやいやこれなんかうちできそうだぞみたいな、3本で1000円もするんだみたいな感覚だと、なんかこう得した気分になるっていうのかなっていうところで、まあ、初心者の方でも管理しやすい種っていうので、今回は5つですね、紹介の方をしていきます。ではいきましょう。まず最初に紹介する植物はこちらです。じゃん、アーチス。これあんまり馴染みないかもしれないですね。そうですね、これは切り花やってる人だともう定番中の定番の植物なんだけど、お庭やってる人でスターチスを育ってるっていう人はあんまり見たことがないかもしれません。はい、うん、で植物的にはこれアジア原産の植物になってくるので、まあ、この日本でもすごく育てやすいっていうところがあるのと、寒さに割と強かったりするんで団地地方だったら全然問題ない。ただまあすごく雪が降るとか寒さが当たる地方はちょっと巻き時期を秋じゃなくて春先ぐらいに巻いてもらうと、まあそういった霜とか寒さの影響なく育てることができるので、まあ団地と寒地でちょっと巻き時期変えていただきたいんですけど、生育自体は結構旺盛にしますと。でこのスタジスね、これで見るとさ、まあ超カラフルじゃないですかこれ。そうですね、うん、
でこのカラフルなところが花かと思えば、花はこのさ、ちょっと写真またアップで出してくるんだけど、この中に白いポツンってあるの分かる？あ、これが花ですか？そう、紫の中にポツンってあるじゃん。はい。ね、とかこんなピンクの中にさ、ポツンってあるの。あります。これがお花。へえ。てっきり違うと思った。ね。で、この色がついてるところっていうのが、萼っていう部分になるのね。ああ、アジサイのような感じですか？そう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 。なので、すごく長持ちする。はい。これはお庭でも長持ちするんだけど、このスタージスって乾燥させてドライにしても、この色って結構残りやすいんだよね。はい。ドライにしやすい植物っていろいろあるんだけど、ドライにした時に、まあ、結局綺麗かどうかっていうところで、綺麗かどうかの判断はやっぱ色が乗るかどうか、乗らないと全部ちゃっちゃになる。うん。なんか言ったら土の植物も切って干しとくとドライフラワーってカサカサになるんだけど、だいたい抹茶茶になるじゃん。で抹茶茶だとちょっと綺麗かっていうとなかなかそうは思えんというのかな。やっぱドライにした時に赤が残ったりピンクが残ったりっていう植物はやっぱりより重宝される、綺麗だからっていうところで、このスターチスは特にドライにしてよく残るっていうところと、実際問題この植物って一株で割と旺盛に出てきます。だいたい高さ50センチとか幅30センチぐらいで出てくるので、結構な量が一株でこのドライが作れる。お庭に巻く巻き方とすると、単独で巻くよりスターチスはこう固めて巻いた方が綺麗。はい。なんか独立させて何株かっていうのも、まあ、悪くはないんだけど、やっぱ景観としても見たければちょっとぐわーっとまとまりにしてあげるとすごく綺麗に見えたりする。でそれをまたカットしてもらえば結構な量がドライフラワーでできるっていうところで、場所があればこのスターチスは本当ドライフラワーにするには、まあ、適任というか簡単にできると思います。で育て方の注意なんですけど、特にスターチスは過湿に弱い、はい、言ってしまったら、まあ梅雨時期とか夏時期になると枯れてしまうという感じで思ってください。そして密植しすぎるとやっぱ春でも蒸れてしまうとやっぱカビやすくなったりしますので、株の間だいたい30センチぐらい離して植えてもらうと、まあ、結構すっきりとボリュームよく育つんで、特に密に植えなかったりとか風通しがいいところの方が、まあ、生育がいいっていうところ。そして種まきなんですけど、これ巻き時期が暖かいところで9月10月寒いところで3月4月かって書いてありますけど、できれば早めに巻く方がいいです。これ、はい、9月10月って書いてあったら9月中に巻いておいた方がいい。なぜかというとスターチスってなるべくこう大きくして寒さに当てないと花芽っていうのが上がってこない。遅く巻いちゃうとあんまり育ってない時代で寒さが来ても花がつきにくくなっちゃうね。来年なんか葉っぱばっかみたいな感じの現象になるので、ちょっと早めに巻いてあげて年内で株を大きくしてもらう。で大きな状態で寒さに当ててもらう、まあ、こうするとたくさん開花してきますんで、種をまく際はちょっと早めっていうところと、ドライにする時のコツは花が咲いてから切った方がいいです。これ、はい、先にこう色づいてはくるんだけど、色づいてきて中で花がパッと咲くで咲き終わると、このスターチスの茎っていうのが硬くなってくる。逆に触ってもらうと分かるんだけど、花が咲くまでは柔らかいの、結構グネングネしてで柔らかい状態で切って干すと結構しょんぼりしちゃう、しなしなになっちゃうっていう感じかな、はい、張りがなくなっちゃうので、花が咲いて茎がちゃんと固まってきたら切るで干してあげると、まあ、きれいにピシッと立つような色がついたスターチスドライ作れますんで、植える時のタイミングとあと刈る時のタイミング、まあ、こちらだけ注意していただければ、まあ、非常にこれ量産タイプ、はい、と思っていただいていいでしょう。というわけでまず最初はスターチスでした。さていきましょう、続いての植物はこちらです。じゃん、ラグラスっていう植物です。これ実際のところこんな黄色とか赤とか緑が出てくるわけではありません。はい、言ったら猫じゃらしみたいな感じの植物です。あ、穂が立つ感じ。そう、グリーンの穂が立つで、これは何なんでこんなに色がついてるかって言ったら、これは切り終わった後に染色液で染めたる状態、まあ、言ってしまったら染めればこういう風に色が簡単につくよっていうタイプの穂です。これラグラスは一年草のイネ科の植物で、寒さは強いんだけど暑さには弱いんで、まあ、ほぼほぼ夏には枯れてくると思ってください。ただ花が咲くわけじゃなくて穂の状態なので、結構鑑賞期間は花よりも長い。なんか花物ってやっぱ咲いて
終わってまた伸びてきて咲いてみたいな感じのものだったりとか、まあ、春に1回咲いてもうよしになっちゃったりするもの多いんだけど、これ言ったらグラス類になるので、グラス類はもう本当春から夏までずっとこう涼しげな感じの穂と、まあ、葉っぱですね、シュンシュンとした葉っぱを楽しめるので、ドライにしなくても、まあ、結構おすすめです。割とこの植物も結構株が大きくなる植物なんで、一株でこの穂としたら 3,40 本ぐらい取れるんじゃないかな。ああ結構取れますね。結構取れる。でね、ラグラスのね着色したドライフラワーなんかはね結構高い値段で売るんだよこれ、はい、売れるというか売れるっていうの、売るっていうのかなって感じになってくるんで、かなりこうボリューミーでたくさん生産もできる。ただそれがゆえに株が若干横に広がる。稲でもピーンと立つ稲もあると思うんだけど、ラグラスどっちかっていうと最初に横に広がる、こうやってからバッて上がるので、株間、これも株の隙間をしっかり開けないと割としっかり広げきれずに上がっちゃうんで、穂の数が少なくなっちゃうって感じなんで、まあここもやっぱ30センチぐらい取ってもらうと、20センチから30センチぐらい一株でたくさん取れる。苗物でラグラスって多分春頃出てくるのね。で特に小さいタイプ、 Y 製のバニーテールとかっていう名前出てくるね、はい、かわいいんだあれまた。であれを割と寄せ植えにこう使ったりもするんだけど、僕的にはねラグラスはね、まあどちらかというとやっぱこう横に広がるって性質があるんで、寄せ植えに使うとやっぱり横の植物こう、うんうん、密になりすぎるんで、どちらかって言ったらまあちょっとお庭向けの植物かななんていうのは思ったりはするんだけど、まあ可愛いからね寄せに使う人もいるかもしれませんが、ドライフラワーを取るんであればまあ広々としたところがいいんですが、おすすめはやっぱりラグラスの中でも種で育てるラグラスがおすすめ。これ何が違うかっていうと、苗で出てくるラグラスってほとんど Y 製品種なんだよね。はい、丈が短い。穂は取れるんでドライにできるんだけど、こんなチンチクリになっちゃう、うんうん、ただ種のラグラス、はい、これはちゃんと確認した方がいいと思うんですけど、立ちが上がるものが種の方が多い、逆に Y 製の方が少ないんじゃないのかなというところで、長いドライに使いたければこの種まき用のラグラス、これをおすすめします。そしてこのラグラスね、というかまあイネ科の植物って結構種からの発芽って簡単にできる。割とこの時期だと夏場とかイネ科の雑草ってその辺すっごい生えとると思うんだけど、うん確かに、うん、めちゃめちゃ強肩の種類が多いんだよね、まあ、このラグラスもしっかりで、割と初心者の方でも撒けばちゃんとこれ発芽します。そして着色をしたいっていう方がおるかもしれん、はい、これ僕試したことがあるんだけど、100均とかでさ、あのプリンター用のインクジェットって売ってるの、液体の。ありますね。あれ薄めた液体に刺しとくと、はい、着色するんだ。あ、そうなんですか。使っていいんですか。内緒でもね。内緒のやつですね。内緒でやりたい方はそれでも多分着色させることはできるので、その辺でちょっと試してもらっても面白いかもしれません。というわけで、まあ鑑賞期間も長くてドライにしても鑑賞期間が長い、おすすめのイネ科の植物ラグラスでした。さていきましょう。続きましてのドライにおすすめな植物はこちらです。じゃん、ニゲラです。はい、これまあちょっとご存知になってきたね。これね、ニゲラさんは花も咲くし、花の後にちょっと膨らむね実っていうのかな、これがまあドライにできるというところで、まあ、人気の植物。もう一個人気なのはやっぱり花の時期っていうのが春ど真ん中に咲くんですよ。言ってしまったら4月とか5月ぐらいに開花して、そこから実ができる。で実ができてからの鑑賞期間長かったりするんで、春のお庭作りなんかにちょっと重宝できる。で比較的隙間からもこうやって顔を出せる植物でもあったりするんで、植物植物の間間とかに植えてあげても結構いい。仕事をするって言ったらなんなんですけど、お庭で結構使えます。逆にプランターにはあんまり向いてないかなと思う。はい、ちょっとヒョロヒョロって出てきてパッと花が咲いてっていう感じで、ボリューム感がちょっとどうかなっていうところと、僕ねニゲラの花って好きなんだけど、はい、あの一個言わせてもらうとね、花がすぐ終わるんですよ。これ、あ、開花期間が短いですね。めちゃくちゃ短いんで、ちょっと花を鑑賞するっていうよりはどちらかっていうと、まあ、実を鑑賞するっていう植物かなと思う。ドライにできる部分っていうと、実際問題ね、花もドライにできる、はい、実はもちろんドライにできるんだけど、花をドライにしたい場合は花が開花したらすぐ切るがいい。はい、できんでしょ。
できないちょっと躊躇しますねこれ庭で出てきた花をいきなり切るっていうことが多分できないと思うんだけど、ニゲラの花をきれいにドライにしたければもうそれぐらいのタイミングで切らないと、もうちょっと経ってから切ると本当にシワクチャになって茶色くなってダメになっちゃうんで、ドライフラワーとしたら成立しない。ただ逆に言うとそんだけ価値が高いんで、販売ってなるとニゲラの花のドライフラワーはかなり多分高いと思いますっていうところでの、まあ、価値観であったり、まあ、あとは終わってからの実がこういう風に膨らんでくるね、はい、風船みたいに、はい、これ別名風船ポピーなんて言われたりするね。この風船になった実っていうのがまだちょっと独々しい格好というか様子というか色をしてます。でこれ面白いのがニギラって風船ポピーって別名があるんだけど、花の咲く時期と実がついた時期の別名っていうのがあって、これ明確に分かりやすく違います。はい、花が咲いている様子、この状態ね、はい、ニギラの花ってもう本当に繊細の和紙みたいな感じなんだよね。で葉っぱがちょっとこうふわふわっていう細い葉っぱが出てくるんで、こう平べった葉っぱがむさっ苦しくない。なのでついたこの花の時の異名がラブインアミスト、霧の中の愛洒落てますね。モクモクモクふわふわふわって中に咲く、ふわって咲くラブラブインアミスト、これなんかの神話とかに出てきそうな、ね、はい、曲名じゃん。曲名とかにもありますね多分ね。俺がアルバムすれば出るかもしれないこれ。ラブインアミストニゲラから、ね、ニゲラを歌う場合ね、この実が膨らんできた様子をこれまた別名で呼ぶことがある、はい、これがデビルインアブッシュ、すごいなんかの必殺技みたいな、ね、茂みの中の悪魔っていう名前に変わるんですよ。おお、そこに愛はあるんかいって話だよねまさに霧の中に愛があったのに実がついたら今度茂みになって悪魔になっちゃったみたいな愛どこ行った超二面性を持つ植物ですごく魅力があります。でドライにも両方とも花でもデビルでもできちゃう。ただちょっと撒いたり育てるのにもコツがありまして、このニゲラは直根性っていう根の張り方をする。直根性ってまあ下にずっと主力になる根が張っていくんですけど、こういう直根の植物ってまずは移植を嫌う、はい、なんでポットに巻いて大きくなったやつを移そうと思っても移したストレスとか根っこを傷つけちゃうとそのままダメになっちゃうことがあるので、できればもう直に巻いちゃうことをお勧めするのと、あと発芽条件に光がいるんですこれ、はい、深く埋めてしまうと発芽しなくなっちゃう。できればかけるんであればうっすらと土をかぶせる程度で巻いてもらわないと、これも発芽が悪くなるっていうところで移植しない、土を深くかぶせないっていうことだけ守れれば、まあ、割と発芽自体はしっかりとしてきます。というわけで3番目は天使と悪魔が潜む植物ニゲラでした。さていきましょう、続いての植物はこちらです。ジェン、クラスペディアグロボーサ、はい、ゴールデンスティック、これはね純平さん、はい、人気ですよこれ。なんかドライフラワーでよく見る気はしますね、こんな感じのやつ。おさすがお目が高い、はい、このクラスペディアのグロボーサのドライフラワーは結構売られてるんですけど高いんですよ。あ、そうなんですか。そうで、これ実付き、実付きというか花ね、これね、はい、花付きの鉢花がよく出るんだけど、はい、高いんですよこれまた鉢が、はい、なかなか手に入れれなかったりちょっと高いから切りにくいみたいなのがあったりするんだけど、そういった植物でも種が198円だって安いっすね実はあったりしますと。このクラスペディアっていうのは原産地がニュージーランド、まあ、いわゆるオージープランツに近いです、育て方的には。なのでどちらかっていうと乾燥は好むんだけど多湿は嫌う。そしてもう言ってしまうとこの子は一年草だと思ってください。夏とか梅雨で枯れると思います。特に湿度に弱かったりするので7月8月は持たないんじゃないかと思いますんで、秋に巻いて6月とか7月に花が咲く一年草だと思ってください。そう思って育てれば全然これパフォーマンスいいです。一株でだいたいこのぴょんぴょんが最大でね20本ぐらいは取れる。まあそこそこ取れますね。結構取れるじゃん。でこの種で巻くと、これ裏に書いてあるんだけど、この袋で育つ苗の本数5本、はい、まあ、いわゆる5株
取れるっていうことであれば、はい、5株かける1本20本で100本が198円、1本あたりだいたい2円、安い。10本玉で売っても20円です、原価。これめちゃくちゃ安いっていうぐらいで、うまく育てればね、これはね、手に入れることが可能なんで、まあ、ぜひともこれ挑戦してほしいんですけど、一株自体がそれなりの大きさになるんで、それなりっていうのは多分3、40センチにはなるんで、株で植えた場合はやっぱ30センチぐらいの間隔を取ってほしいのと、これ高さが思ったより上がります。だいたい70センくらいまで上がってくるんで、こうやってビヨーって腰ぐらいまで、そうピョン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 上がってくるので、あんまり風が強かったりするとちょっとこう倒れたりとか、あ、暴れちゃうっていう感じになりがちだったりするんで、植える場所っていうのはちょっとやっぱり余裕があるところとか、あと風があんま強すぎないところでの栽培をお勧めします。まあ、それかもう鉢植えで育てるみたいなのがいいかもしれません。そして種がものすごく小さいんで、まく時にまあ土をかぶせるんだけど、これもあんまりかぶせすぎちゃったりすると発芽しにくくなっちゃうんで、もう本当にうっすらとかける程度、プラスオージープランツとかは特にそうなんだけど、肥料を好まない、はい、なので葉っぱが出てきて苗が大きくなっても草花みたいな肥料のあげ方をするとそれでダメになることがあるので、肥料は極力抑えてもらうっていう育て方をしてもらえれば、初心者の方でも挑戦する価値はあるかなと思いますんで、198円だからね、言っても、うんうんうん、ぜひともこれはチャレンジドライフラワーというところでおすすめです。クラスペディアグローボーサでした。はい、行きましょう。最後の植物、最後の植物はこちらです。じゃじゃん、ルナリアと言います。はい、なんか聞いたことあるようなないような。じゃあ、金の女って書いてありますよね。どこに書いてある？あ、あ、本当だ。純平さんさすが。早いな、気づくの。全然気づかなかった。ブルーで書いてあるね、これね。はい、金のある木っては書いてあるんだけど、はい、ルナリアとかさ、なんとかリア多いんですよね。あ、多いですね。アレナリアとかさ、はい、リナリアとかもそれこそあるしさ。ただ、ルナリアって多分あんま聞いたことがないと思う。はい、ちょっとマニアックな植物なんですけど、この植物はドライフラワーで、まあ、結構な存在感を放ちます。これ状態が出てるんで何ともですけど、黄色いね、はい、これは実際問題は種が終わった後です。これ、はい、出てるのは。花はどうかっていうと、アブラナ科の植物なんで、言ったら菜の花みたいな感じの花がパッと上に咲くタイプで、色が白とかピンクがあります。花自体はやっぱ菜花の白とかピンクなんで、綺麗は綺麗なんですけど、それ以上に花子のこの種をつけるところに特徴がある。ニゲラはバルーンで膨らむって言ったじゃん、はい、このルナリアは膨らむどころかめちゃめちゃ薄っぺらいこう板みたいになるの、これ、はい、この中に種が入るんね。その姿も、まあ、本当に独特、うちわみたいな感じだよね。本当葉っぱが、うんうん、丸くて、あのユーカリのポポラスっていう種類があるんだけど、あのミニバージョンみたいな感じ、はい、最近ちょこちょこ個人店行くとルナリアね、よく見るとね、あの植えたるところが割とあるなと思って、うんうん、さすがと思っちゃった。で、花が終わって種ができるときにこう、うちわみたいな鞘ができるよね。まあそれが本当うちわみたいなんだけど、この中に種があって、それが自然に枯れてきて落ちてくる、落ちてくると薄い膜が残るね、はい、言ったらあの金魚すくいのポイみたいな感じ。あ、なるほど。透明感があるみたいな感じ、それがこんな感じなの、うんうん、なんかちょっとシルバーゴールドみたいな。好きでしょ、シルバーゴールドってまあ好きですね、はい、金色っていうよりちょっとシルバーがかって、はい、本当に幻想的な姿になるのね。これがドライにするとめちゃくちゃ綺麗というところから例えられているのが金貨、鯉みたいになるから金のなる木なんて言われてるね。うん、で、特徴なんですけども、このルナリア寒さは強いんで冬は大丈夫なんですけど、やっぱ暑さに弱いんで夏には枯れてしまうっていうタイプの一年草。そして高さがこれも割と高くなります。プランターに植えるっていうよりやっぱちょっとお庭に植えた方がいい。お庭のちょっと中盤かちょっと後方ぐらいで、そんなにこうブワーっていう感じで株が広がらなくて、隙間隙間でこう上に向かって育っていくので、植物植物の間に入れといてもらうと倒れないというのかな、支え合ってくれてっていうところで育てることができるので、場所的には、まあ、お庭でそういうところで植えるっていうのがいいんじゃないかなと思います。景観にもすごくなるので、ドライフラワー目的っていうよりはもう春の庭作りの一個のアイテムとして入れてあげるのをおすすめします。
はい、というわけでおすすめの5点紹介させていただきました。まあ、せっかくなんでですね、この中から1個ちょっと実演で種まきしたいと思います。というわけで純平さん、はい、どれいきますか。どれでもいい。あ、でもね、ニゲラは言ってみたいに直巻きがいいんで、うん、そうですよね、あんまりトレーに巻いて移植するっていうのはおすすめしないので、うん、ちょっとニゲラは外そうか。はい、さあという感じで、はい、ここまで来ましたね。これも全部見ると安いね。これ250円だこれ。うん、全部安いですね。はあって感じ。なんか一番そのちょっとこう得しそうなので言うと、うん、まあ、僕はこのこっちかこっち、あ、これだこれかなと思うんですけど。来たね、残り2個。より高価なものをお願いします。より高価なもの、はい、ベーさん、それはすごいあれだね。僕は巻いてみたいなと思うのは、はい、こっち、はい、じゃあこれいこうか。はい、クラスペディアグロボーサ巻いてみましょう。はい、さあというわけでいきましょうか。はい、これね、完全に入ってる感がないこれ、はい、ペランペラということで、相当細かいんじゃねえかなっていうところね。はい、いきましょうか。実際問題は触ってみてゴツゴツするような種が入ってる植物は非常に巻きやすい、はい、失敗が少なくて、細かい種ほどちょっと難しさ感はあるので、それで初心者の方はちょっとチェックしてもらうといいかもしれないね。はい、あ、やべ、ジムさん出ました。出てきたごめんごめん、はい、ちょっとなんか小袋に入ってるかと思ったらそのまま出てきたんで、はい、ちょっとこれ袋に紙に紙に、はい、うん、やべやべ、ちょっと侮ってた。あ、うん、これ細かいですね。細かい細かい。これ5株ぐらい育つって書いてあったじゃん。はい、入ってる量はこれで見ると17粒、うんうん、3分の1ぐらいの確率で出るってことだよね。なるほど、うん、発芽率的には、はい、ただうまくいけばもっと出るってことなんで、ちょっとこれは期待しましょう。はい、はい、という細かい種をまきます。まあ言ってもでもそんな粉みたいな種じゃないんでね、扱いは扱いやすいかもしれません。はい、で種ですね、まく容器トレーは、まあ、ポットにそのまままいてもいいんですけど、まあ、バラバラっとまきたければこの辺の容器使うのをお勧めします。はい、これね、育苗トレイっていう名前で売ってます。これサイズがいろいろあるんで、あのたくさんもっと巻きたければ大きいサイズでいいんですけど、ご自宅でちょこっとぐらいだったら一番小さいサイズ、はい、この辺でもいいですね。6型って書いてありますけど十分巻けます。で入れる土なんですけど、まあ、今回は種巻き専用の土を使いたいと思います。はい、というわけで、今回使うのも花心さんの刺し目種巻きの土ですね。種まきに関して言うと肥料分があんまり入ってると発芽率が悪くなるので、できれば専用の種まきの土っていう感じとか、種まきバイドって名前が書いてある商品がありますんで、その辺使っていただけると失敗が少ないかなと思います。はい、というわけで実演の方入ります。まず種まきの土なんですけど、種まきバイドで売っているものも大体そうなんですけど、結構軽い土が多い、はい、で軽い土の特徴的にはあのね、水を吸いにくいっていう特徴があるので、できれば種をまく前にこの土ね、はい、軽く湿らせてもらった方がその後の水管理がしやすいっていうところに気づきましたんで、これ書いてないですけど、もう直接まいてまくっていうより一回湿らせる。ただ湿らせすぎてまた戻すのもあれなんで、今回ちょっと使う量だけ先にちょっと確保してから湿らせたいかなと。はい、まあ、実際17粒巻くのにこんなにもいらないんだけどね、正直。まあ半分ぐらいでもいい、うん、いいですかね。半分ぐらいでもいい、うん、そしたらまた半分違う種まいてもね、せっかくこれ入れるんであれば、うんうんうん、あとはまあ本当にポットでもいいぐらいですね、はい、ちょっとの量であれば。でこれぐらい使うの分かったら、でででで、はい、これねちょっとふわふわすぎちゃうんだよねこれね、はい、あんまり乾燥しすぎてるとね水弾いちゃうことがあるんで、ちょっと握って塊になるぐらい軽くまで、軽く水をジャーンと垂らしながら混ぜるね。これいきなり水ドボンしちゃうと入れすぎた場合に調節が不可能になってしまうので、ちょっとずつ入れてこうやって練っていくといいね。はい、うん、これはね感覚でわかる、どれぐらい水分が入ってるかっていうの、うん、うっすら湿ってくるとね、パサパサ感がなくなってくるよね、はい、ちょっとねしっとりとしてくる。これでさ、はい、ちょっともう先に言っとくわ、絶対コメントが来るんで、はい、今日は手袋しないんですね僕もそれ思いましたしたいさ、はい、僕もただねこの時期ね
あのゴム手袋がね汗でひっついて入らないんよそうなのでちょっと今回諦めてね素手でやってます、はいはい、こうやっててこんなになっちゃいますんで、はい、できれば手袋をするといいかなと思います。はい、っていう感じでちょっと程よくですね湿り気が出ましたら刺さっていってく。まあ、種まきはね本当に春と秋はまける種がいろいろありますんで、まあ、これを機にちょっと育苗バイドとかあと育苗トレーなんかはね購入してもいいかもしれませんね、はい、年中種ってまけるわけじゃないから本当にこのチャンスを逃すと、うん、もう来年苗しか販売ないですよみたいな感じになるんでね特に9月はチェックしておいてもらうと、まあ、得することが多いかなと思いますよ、うんうん。まあ、基本巻き時期はシーズンが始まる前ですもんね。そうなんですよ。春にしても秋にしてもそう暑かったり寒かったりっていう時に、うんうん、やっぱどんだけやってるかでコスパよくできたりするじゃん。ちょっと差が出るっていうんですかね。そうなんですよ。ここなんですよ園芸のあれなところは、うんうん、なんでもう鋭い人たちはすでに9月に入ったらとかもう多分梅雨前から秋とか冬の準備してますね。ただ まだ間に合いますんでやっていきましょう。さあ種も巻いていきますけど、はい、まあ、この辺バラバラって巻くのもいいんだけどバラバラって巻くと種同士が近すぎたりとかいろんなところに固まって偏りができちゃうんでできればこれぐらいの量であればちゃんとこう筋を作ってあげたところに丁寧に植えてあげることをお勧めします。そしてこの辺の細かい種扱うのに重宝するアイテムはこちら、じゃじゃん、箸。はい、お箸です、はい。まあ、これちょっとねオリジナルで出したやつなんですけど、家である、まあ、食器用のやつをちょっと併用して使うのはちょっと気分的にあれなんで、うん、園芸用に、まあ、お箸をですね用意しておくといいかもしれません。箸であれば細かい作業ができるんで、まあ、これだとちょっと筋つけておこうかね。軽く土を戻すっていう形なので5ミリぐらいこうねちょっと離してもらって3列ぐらいいきますか、はい、17なんで5粒ぐらいずつぐらいね、はい、よいしょ、はい、よいしょ。ああこういう箸はさなんか根を崩すのが目的でこれは作ってあるんだけど、うん、種まきとかさこういうのにはすごく便利なんだ実は。そうですね、うん、いつも僕もこういう種まきをするときは割り箸を出してやるんですけど、うん、まああれも何ですかね1回だけで使っちゃうのもちょっともったいないといえばもったいないと言いますか。そう、あと割り箸ってさうまく割れんときがあるやん。ありますね。この先端がさちょっとでかくなっちゃってるとかさ、はい、あれカクカクだもんでさ。そうですね、角の利用するのがさ結構ちょっとまあ器用だったらいいんだけど、うん、割とちょっと癖があるというかね。でもここはちょっと思い切ってねこういうアイテムでも確かにこの寝かき棒はこういう使い方もできるっていう。そう全部木でできてるもんでねこれね、はい、あの植物とかあの土とかには非常に優しいね。で撒いたらこの横に避けた土ね土を、まあ、手でいいんでこれ軽くかぶせてもらう。ふわっとかぶせるよりかぶせ終わったらちょっと押してもらうといいこうやって、はい、水がしっかりと種に密着するように最初はしてあげたいんでふわふわすぎるとね水が当たってる部分と当たらない部分で発芽のあれが揃わないっていうのかな、うん、芽が発芽が揃わなくてこっちだけ出てこっちが出てこないとかこっちが大きくてこっちがめちゃめちゃ小さいとなると移植するときとかすごいめんどくさいのよね、うん、ここは残しておかないけどここはごっそりとなくなっちゃってるから土がなくなっちゃうとか。そうなるべく発芽を揃えたいんで揃えるためにはちょっとこう押してあげる、まあ、周りの土も押してあげていいですけどね。ちょっとでこれ今半分ちょうど終わりました、はい。まあ、ちょっとね半分残しておくのももったいないんで、はい、せっかくなんでさっきちょっと選び損ねたルナリア、はい、これも言っておきましょうか、はい、ね、やっぱこれ効率よ効率です ね、せっかくならですね、せっかくならまあ効果みたいな。あこれは純平さん、はい、やべえこれチェレレン濃いんです。濃いんですね確かに。平べったいよこれめちゃくちゃ。なんかそのまんまみたいな感じですね。面白いよねまん丸の粒もあればさ細長いのもあればさ、はい、こんな円盤型だよねこれね、はい、ルナリアなんかはね、まあ、1,2,3 列ぐらいで、はい、こいつらも入れちゃおうか、はい。まあ、これも列にするっていう量もこれちょっとピンポイントでやっちゃってもいいぐらいですかね。やっちゃってもいいねこれね。よしそしたらこれ手でいけそうだよな、はい、
あ、ちなみにルナニアのルナっていうのはさ、はい、ラテン語でさ月ってあるじゃんね。あ、ルナっていうじゃん。言いますね。そう、そっから撮ってるみたいで、満月みたいな。太陽が3とかそういう感じ。そうそうそう、おしゃれだよね。おしゃれですね。ルナ、ルナリア。でも一部ではなんか金のなるとかって節操がないね。子供にちょっとルナっていう名前も候補にあったんですけどね。ああそうか。あるよね。ありますあります。結構、はい、その女の子だとありがちだよね。あります。よかったじゃん。まあでも結局かあの違う名前になりましたけど ね。ルナさんがおったらお金持ちになるかもしれんこれ。なりますね。期待しといていいよお母さん。うちのルナ結構稼げるんだよみたいな。まあ巻きやすいですよね、これ。巻きやすいと、うん、もうピンセットとか使わずにもう手でこうやって、はい、一個一個箸できる、はい、ちょうどこの 裏側でポツポツ穴開けたらいけますね、うん、ただこれもちょっとガーッと土をちゃんとかぶせてもらって干す、はい、干す干す干す、グッとという感じで、これ巻き終わったらこの後はうっすらとお水ですねかけていきます。できればシャワーはちょっと上目から優しくかけてあげるね、はい、近すぎるとちょっと水圧が強くて種が浮いてきちゃったりとかありますんで、なるべくなだらかにかけてってあげるね。で、溜まりそうだったらちょっと引いてもらって待ってからしっかりかける。はい、というわけで水やりまで完成です。じゃあここから先の管理なんですけども、できれば9月の上旬ってまだ暑い夏みたいなもんなんで、直射日光当てちゃうと一瞬で乾いちゃう。種は発芽するまではなるべく乾かさない方がいいので、それこそ日陰エリアで、まあ、表面が乾燥してきたらちゃんとお水をかけて、なるべくうっすら湿ってるぐらいの状態を保つっていうのがコツになります。葉っぱが出て発芽したらいよいよ日光浴の方をしていってください。逆に日陰でこの暑い時期発芽しても置いとくと簡単に徒長って伸び上がっちゃうので、なるべく出てきたのを見計らってお日様の光の方に午前中だけでも当てるようにしてください。あとそこから先ですね、まあ、種によってどの段階で移植した方がいいよっていうのは種の絵袋に大体書いてあります、まあ、本葉が3枚から4枚で移植してくださいとか5枚6枚で移植してくださいって書いてありますんで、その辺は種の記載見て移植の方を行っていてください。はい、というわけで今回のカメくんがチャンネルは絶対に得する秋巻きの春の種紹介しました。よかったかな、参考になったかなと思う方はぜひともグッドボタンの方よろしくお願いします。あとあなたのおすすめの花の種ありましたらコメントの方で教えてください。カメくんがチャンネルではこのように園芸初心者の方でも成功しやすい植物の育て方実演にて特集します。よろしければチャンネル登録もお願いします。この後は大好評の余談です。マクトーク余談です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。さて儲かっちゃうね。どうしますかこれ。まあ、基本種まき自体がまあお得ですもんね。そうなんです。そも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 種からできるものであれば、まあ、パンジービオラでもしっかりなんだけど、うんうんうん、もう5分の1とかは平気でなるんじゃないかな。ですよね。苗で買うより。ただちょっとまあフォロー的に言うと、やっぱこう苗を育てる生産者っていうのがプロだもんで、やっぱ種まいて育苗って大きくするのはやっぱりこう苗の方ががっちりした株はまあ、売ってるは売ってると思う。自宅でやるとちょっとしょんぼりとしたりとか、うんうん、やっぱり途中まで育ったけどダメになっちゃうっていうことがあるので、まあ、一長一短ありますけど、やっぱでも経験していかないとうまくはならないんでね結局、うんうん、何年か何年かやってうまくこう育てるようになればもうそれこそ実際問題あんまりこうね苗に頼らなくても種、しかも自分のところで種が取れるようになったらもうそれこそ余計にね、ダメだねこんなこと言っちゃう。園芸店が儲からなくなっちゃうんですね。苗もやっぱりちゃんと買ってもらわないといけないので、はい、ただまあ苗で買った方がいいよとか種でもできますよっていうのは僕割と正直言いますんで、まあ、この辺は本当にご判断にお任せしますけど、絶対に損はさせませんので得した情報だけ得てください。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。